シコルスキー S-92 シコルスキー S-92 はアメリカ合衆国の航空機メーカーシコルスキーエアクラフト社が製作したヘリコプター日本中華人民共和国ブラジルスペイン台湾の各企業が共同開発と分担生産に参加する国際共同事業でもある1998年発飛行19人乗りの大型汎用ヘリコプターであり ヘリバスと通称される。技術的には S-70 から発展したものである。日本からは三菱重工業が参加しており、胴体部分の開発、製造を行っている。1992年頃に構想が出され、1995年から本格開発が開始された。初飛行は1998年12月23日。 アメリカ連邦航空局の形式証明取得は2002年である。シュローターの枚数は4枚であり、ローター先端には高対角と下半角が付けられ、振動低減と揚力向上を行っている。後部胴体左右には大型のスポンソンが設けられている。コックピットは並列複座でグラスコックピットとなっている。S-70 が未だ軍用として、 大きな需要があることもあって、開発は民間向けを優先されているが、軍用型も開発されている。CH-148 サイクロンカナダ軍の、紹介ヘリコプター CH-148 サイクロンとして2004年7月に採用が決定しており、2008年から納入が開始される。対戦装備をはじめとする武装も搭載され、28機が生産される。 また、大韓民国は2005年に大統領専用ヘリとして採用しており、3機が導入された。韓国では他にも韓国海洋警察庁が2012年に捜索救難、緊急医療サービス、海洋警察任務、人員輸送に使用する多目的ヘリコプターとして S-92 を選定。1機目は2014年3月に納入、2機目が2017年に納入された。 アメリカ海兵隊の次期アメリカ合衆国大統領輸送ヘリコプターにはアグスタウェストランドの A101 を元にした VH-71 に先行で破れるなどアメリカ軍での一括採用には至っていないアメリカ空軍の次期救難捜索ヘリコプターに HH-47 が採用されたがシコルスキー社の意義を米海警官サインが認めたため サイド S-92 と HH-47 との選考をやり直すことになった。2014年5月7日、大統領専用ヘリコプターの後継機の発注先を検討中だったアメリカ海軍はシコルスキーエアクラフトを選定したと発表した。これを受けてシコルスキーは開発済みの S-92 をベースに FAA 認証を受けるための技術開発機に機、 運用試験と評価用のシステム実証試作機4機、フライトシミュレータと整備訓練用シミュレータ各1機を2018年までに納入する。形式名、VH-92 として最終調達機数は21機の予定。警視庁航空隊が S-92A を1機、2011年より運用していたが、2020年4月に退役している。 東京ヘリポートを離陸する JLA MP、ありがとうございます。